オッケーよ。レスキュー、レスキュー、つけて。うわぁ、消してくれ。いますか。よし。頑張った。うわぁ、消してくれ。おはようございます。佐野です。今日は、早起き大学サッカー部こと、金沢星稜大学での最後の活動になります。で、今日は、朝練ではなく、最後試合ということでですね。星稜大学のライバル校でもある北陸大学との試合なんでね、勝って石川の地を去ることができたらなというふうに思います。夜なんですよ。最後の試合前ってこともあってね、まああそこで飯食って、まあ俺らといえばあそこしかないから、今までありがとうと、告げたいと思います。好きやのギャラン。ほんねん、その朝の変なテンション。スイッチ到着。石川県のここでしかこのすき家の味は食えないと思うから、しっかり鮮明に脳に焼き付けたいと思う。ここしかない味ですか。ここしかない。これだよ、これ超美味しい、めっちゃ美味しい。え、ほんと美味しい、ガチで美味しい、ほん美味しい。いやー、最後の試合前のすき家決まったね。ありがとう、スキヤ。今まで、まあ、ほぼ毎日行ってたから。本当にほぼ毎日、朝練終わった後、マゼの曲打ってたから。あそこの。なんで飽きないですか。いや、ほら、飽きるとかないんだよ。店員さんもなんか、また来たよみたいな。また来た、あの、マゼの曲来たっていう思われてた。言ってたよ、多分。俺が、もう開けたぐらいに、あ、マゼの曲来たわって言ったら。俺、人として見てないんだ。J のやつで。今日の試合で来ているこちらを一瞬紹介させてください。契約させていただいているハッシュタグワンさんからですね、キーパー専用の、インナーを提供していただきました。こちらいかつでしょ。すげえ。これ肩とね、肘にパッドがついた状態のインナーなんですけど、いかついでしょ。これこんな感じです。室内での練習とかねにももちろんいいし、まあ、クレーとか、まあ、人工芝でも硬い芝あると思うんで、まあ、そういう選手はねぜひこちら購入してみてください。俺は本当に中学校の頃体育館でサッカーしてて、肘ぶつけまくって肘砕けてて、マジマジ、だからボコボコなってね肘。だからやっぱそういうね、もう一生痛いから、今もちょっと痛いけど、あのそういう選手ね、そうなる前にちゃんとこういうねいい道具買って。それ動きやすいですか。動きやすい、動きやすい、動きやすいし、やっぱ道具大事なんでぜひ買ってください。ハッシュタグワン。はい、こちら、今年からね出た、新作のモデルのグローブなんですけど、まあこちらはねもう何回かちょっと使っちゃったんですけど、今作も最高なんでね、まあ後で、まあ、つけながら、まあ、テロップとかでこうレビューねしていけたらと思うんで。はい、ということで、バス向かってきます。今日はあいにくの雨なんですけど、まあもう最後だから雨がどうとか言ってらんないでしょ。まあ快晴っすわ、こっちからしたら。ラスト会計だ。でもまた会えるよね。なんか最後っていう気あんまりしないんだよ。いや、まあまあ、なんかふっと戻ってきそうな気がする。でも石川戻ってきますよ、たまに。そんな遠く行かんない。まあまあまあ、そう。まあこんな感じで、いつもファイマーでは手厚いサポートを受けてましたけど、これはこれでいい思い出として残していきたいと思います。さあ、ラストバス来ました。全部にラストがつくからね。よし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 。ラストオークライス、頑張ります。2月19日プレーニングマッチ VS 北陸大学45分日本。自主練の例えばさ、同じ人じゃなくて毎回さ誰かに何か対決させたりさ、その係がいいの、インスタの係。ちょっと皆さん概要欄に星稜大学のインスタのすぐに、今年頑張るらしいんでフォローお願いします。ナッシュで、うん、あれ、キャップ、キャップ、よしよし。
試合頑張りましょう。行きます。はい。うわあ。いける。はい。うわあ。はい。はい。よし。はい。いやあ。最後の分析です。はい、ということで、今日の練習試合終わりました。いやー、まあそうですね、まあ、今日は30分の出場だったんですけど、正直まあ自分としては、まあ、まだまだできたなっていうのがあるんですけど、まあ、最後はねもう自分の中でも楽しくやれたんで、まあ、悔いはないです。いやー、なんかやばいね、これが最後って考えるとね、感慨深いね。やっぱ目標、自分の達成できた部分とそうでなかった部分だったら、やっぱ目標達成できなかった部分の方がやっぱり多かった4年間だったんでね、まあまた次のチームでね、まあサッカー選手として、まあそして人間としてね、成長していけるようにやっていくだけです。結果残したいね、次のチーム男になっていきたいと思います。よいしょー。4年間振り返るといろいろあったね、まあけどもそれも総じて自分の成長につながったんじゃないかなっていうふうに思います。こんなにだってさ、選手主体になってさ、やることないでしょ。マジで練習から試合のメンバーだったり全部考えるでしょ。こんなチームないからね、本当に。まあ、そういった思い出を振り返るとちょっと涙出てこないですが、あいにくいも。はい、ということで、今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイ。ここまでが試合